こんにちは。今日は富士サファリパークに来ました。なんで逃げてくるの？3人兄弟なのかな。サファリパークの猫の館に来てマチョ。みんな見てマチョか。あら、こんなところに。あら、かわいいちょん。あー、ゴロニャ。あー、気持ちよさそうだね。目が大きいね。この鍋うちにない。似てない。どうしたの？サファリゾーン入り口まで来たよ。これと何ゾーン？これ次は何ゾーン？次はクマゾーンだ。ちゃんと閉めた。そのってあっち。そっちから行け。そっちから行けんのかな。で、きれい。うわ、大きい。何を座ってんの？大きい。あれでっかい。まさ。うわ、で、パパよりも。パパ3人分。ライオンだ。来た。
前から来たよ。来た。うわ、すごい。来た。僕空です。よろしくね。すごい。何してんの？爪取り。トラ。これなら大丈夫だよ、でかいから。ゆふみちゃん、お母さん。はははって言う気がしろ。次はゾウゾウ。ゾウゾウ。ゾウゾウ。音楽かけてあげたらいいんじゃない？いい感じでリズムになる。うわ、でっか。クマよりゾウのがでかいよ。あおん。小ゾウがかわいい。ねえ、あれクマよりさでかいよね。すごい。ラクダでかっ。コブが揺れてる。まあ大興奮してる。喧嘩するんじゃありません。あ、いや、仲良く走って一緒に渡るの。あ、角も生えてる。渡るのね。こっちシマウマもできんの。はい、シマウマも普通の馬と同じぐらい。ちっちゃい馬。子供かな。色が薄い。なんでみんな口動いてるの。めちゃくちゃ動いてる。なんか何食べてるわけ。なんでなんだろう。結構高かった。ブルー